私は夢見るハンドメイド作家。今日はご注文でアジサイをイメージしたピアスを作っていきます。まずこちらのデザインが入った T ピンを使っていきます。 T ピンにビーズを通していきます。こんな感じです。ガラス細工でできていて、とても繊細でかつアジサイ色に似てたので購入しました。丸の形を作っていきます。これを繰り返して作っていく。このチェーンは後ほど可愛くなるポイントのパーツです。あと和紙管にビーズを通して、チェーンも通して、これはもう絶対に可愛くなるやつ、アジサイピアスの完成です。ご注文していただきありがとうございました。